おお、アークライドか。無事片付けてくれたようだな。甘いものというとどう探しましょうか。候補はいろいろあるが、下のテラスエリアを回ってみるか。こんにちは。お花はいかがですか？お花はいかがですか？またお越しくださいませ。
どこに。いない。どうして。大した身のこなしだな。甘いぜ。バンさん、大丈夫ですか。かわいい。ガキか。民間人に遅れを取るなんて。ううん、最初から気づかれてここに誘い込まれたんですね。振り切れなさそうだったからな。今のはシャードによる偽装映像だ。ラムダとは違う方式だな。そんな機能まで。すごい。噂通り。ううん、それ以上かも。よかった、アブたちの反対を押し切って。アブ、その呼び方って。大陸中東部の方言か。装束に身のこなしといい、ひょっとしてお前。ああ、二重の意味でひょっとしてだったか。え、参ったな。その年でクルガの両兵、しかも小娘とはな。クルガ戦士団副頭目が長女フェリーダ・アルファイドって言います。スプリガン、アークライド様、どうか相談に乗っていただけませんか。私たちクルガの民は炎とアルーシャを報じています。山岳地にある里で暮らしていて、戦士として戦うのが習わしなんです。そんな、私なんかまだまだ半人前で、早くアブたちみたいな一人前の戦士になりたいんですけど。シルトと戦士団が戦うことはたびたびあって、半月くらい前もとある代理戦争で交戦しました。その時の決着はついて、お互い故郷に戻ったんですけど、アイゼンシルトの中隊の一つが現時点でも戻ってないそうなんです。はい、先方の連隊長さんから里に直接問い合わせがあって、アブ、副頭目も心配していろいろ当たっているみたいなんですけど。はい、そうですけど。変なこと言っちゃったみたいで。でもバン様の言う通り、あんまり憎いとかはないんです。それどころか行方不明の中隊の隊長さんにはよくしてもらってて。アイーダさんっていう女両兵で
アイゼンシルトでも指折りの実力者です。私が2年前に戦士となってから何度か敵味方として付き合いがあって、休戦日や合同訓練の時にいろいろなことを教えてくれたんです。私、妹に弟、年の離れたお兄ちゃんはいるんですけど、本当のお姉ちゃんみたいな感じで、年下だけど友達って言ってくれて、大切な人なんです。でもクルガからの捜索隊への参加を希望しても認めてもらえませんでした。まだ13歳だし、里と戦場しか知らないからってアブが。はい、初めて一人で里を出て、バスと鉄道を乗り継いで、アイーダさんの中隊が共和国経由で帰還したのは分かっていますから、行方不明になったとすればこの国の可能性が高いと思うんです。そのバン様の噂は以前里の戦士の人から聞きました。共和国の首都に裏解決屋っていう両兵の相談にも乗ってくれる人がいるって。アルジェムの塊です。これでアイーダさんたちの行方を探してもらえないでしょうか。あ、一応戦士としての報酬で受け取ったものです。その綺麗な装置が一体。そろそろかけてくると思ったぞ。ああ、クルガ戦士団ハサン副頭目の娘フェリーダ・アルファイド、アイゼンシルト中隊の捜索依頼だな。
きな車ですね。まあな。四大動力者ライセンシーの中でもスポーツを得意とするインゲルト、その傑作ピックアップトラックを俺なりにカスタムチューンしててな。特にフロントと足回りを。すごい車なんですね。朝っぱらから何をぐちぐち言ってやがる。むにゃ、そうだよアニエスちゃん、フェリちゃんもバンはついでに。それとこれ持って行ってちょうだい。サンドイッチにミルクにコーヒー、モーニング代わりにどうぞ。いいのよ、お客さんをもてなすのは当然だから。あなたの故郷だってそうでしょ。お前さんみたいなちびっこはよく寝てよく食べるのが一番だ。バン、お嬢ちゃんたちにくれぐれも危ないことがないようにな。早いですね。それなのにあんまり揺れていませんし、バンさんが自慢するのもわかる気がします。そうだろそうだろ。あと10分くらいで首都高を抜けて北の国道へ出る。そしたらこいつの速さと安定性をもう少し味わわせてやるよ。すごい、もっとスピードが出るんですね。安全運転でお願いします。
そうなんです、伝説的な弾があって、西風の旅団、人数は少ないけど大陸西部で双璧と言われた団で、王っていう人に率いられたスペシャリストの集まりだったそうです。アイーダさんはそこの部隊長としてずっと活躍してきたそうですけど、5年前その団長さんが亡くなって団が一旦解散してしまって、それで今所属しているアイゼンシルトに移ったそうです。フェリちゃん、アイーダさんからいろいろなことを教わったんですよね。知識や思いはきっと大切な絆を手繰り寄せる手がかりになると思います。だから大丈夫、バンさんはもちろん私も微力ながらお手伝いしますから。アニエスさん、はい、ありがとうございます。言わずもがなです。戦士団で使われているアサルトソードと言います。お二人は私が守ります。炎とアルーシャの加護を。お花はいかがですか？
捕捉、逃がしません。アニエスさん、それえい、おまけです。どうなるかと思ったけど、ギルドとは別口の便利屋ね。ちょっと面白そうかな。建物に小川、風車に遥かな丘陵の佇まい。途中の麦畑も綺麗でしたけど、白い花の畑はひょっとして。そばだな。この辺りじゃガレットなんかが有名だぜ。はい、アイーダさんもランチにはぴったりって本当に来られたんだ。バスの客も足止めだろう。俺たちも一旦ランチにするか。
Thank you.